キャバリア・キング・チャールズ・スパニエルは、イギリス産の小型犬の一種、スパニエル種に分類される。日本では、一般的に、キャバリア、または、端的に、キャバと略されて呼ばれる。名称の、キャバリアとは、騎士という意味である。騎士らしく惜しい感じがすることから。キャバリアには、騎士同精神の持ち主、特に女性への礼を尽くす男性という意味がある。また、キング・チャールズとは、 イングランド王チャールズ1世、チャールズ2世がこの犬を溺愛したことにちなむ。長らく、イギリス王室の愛玩犬として愛されてきたが、18世紀になると、トイスパニエルに代わって、ヨーロッパでは短噴種の犬が流行、その影響を受けパグなどを荒廃しできた犬種が、現在のキングチャールズスパニエルである。19世紀はじめ、チャールズ2世時代の絵画を見た、アメリカ人、 ロズウェル・エルドリッジが、その姿の復活を求めて25ボンドという、当時としては、莫大な検証金をかけた。その結果、ブリーダーたちは競って、キング・チャールズ・スパニエルから、時折生まれる、先祖返りしたタイプの個体をもとに、ついに、チャールズ二世時代の絵に近い個体を固定化させ、キャバリア・キング・チャールズ・スパニエルと命名した。体重は5から8キログラム。 体高は30から33センチメートル、平均寿命は9から14年。大きな目、大きな垂れ耳、平坦な頭頂。剣士のような紐を持ち、生後2から3年目程度から飾り毛が足、耳、胸などに発達する。優しく穏やかで、遊び好きで、愛情深く物静か。他の犬やペット、見知らぬ人に対しても、社交的で、膝の上に乗ったり、 スキンシップをしたりするのが好きで、人に触られるのを好む性格。高齢期は、腎臓の機能低下により肺に腹水が溜まったり、上気の心臓の病気により肺が圧迫され、咳が止まらなくなる症状などが現れる。外耳炎を患らやすく、目に関するトラブルも少なくない。4種の毛色が存在する。ありがとうございます。